日本北海道石狩市厚田区もちらいもちらいは、北海道石狩市厚田区にある地名。厚田、古丹、発足、厚む富と並ぶ厚田区を形成する5つの地域の一つである。地名は、アイヌ語で、遅い流れを意味するもらいに由来する。厚田区は、江戸時代から漁業、特に日清漁で栄えてきた地ではあるが、その一方で、 明治医師に以前の農業に関する記録は皆無である。1870年、秋田県和野郡越小下村の住人であった村中佐助が、もちらいの本沢で開墾に着手したことをもって、厚田区の農業の歴史は始まった。1871年、山形県の庄内地方から14個45人が、もちらいの本沢中央のあたりに入植する。これは、厚田区における、 最初の集団移住であり、持ちラ村はこの年を回帰としている。1872年、石川県の柴田虎吉、青森県の田中利助らが単独移住する。1874年、南部団体として、岩手県と青森県から13個が入植する。1897年10月、持ちラ小学校設立。1902年4月、 北海道二級町村制施行により、もちらい村は、ップ村、峰リ村と合併して、新しいもちらい村となる。1907年4月、もちらい村は、厚田村と合併し、新設された厚田村の一部となる。1920年、石狩町から白塚りを通り、もちらい、霊白、古炭を経由して厚田まで電柱が建てられたため、もちらい市外に、 初めて伝統がつく。市街といっても30から40個の集落ではあるが、郵便局や巡査派出所が置かれ、商店も数軒立ち並ぶほどに発展していた。また開拓も奥地まで進行しており、本沢正都市館まで定住者がいた。1930年頃、東別から八の沢関遊港を経由し、春別、正都市館を通って、 越後沢から本沢を横断、霊白から古丹、厚田に向かう送電ルートが新設された。持ち市街の電力は、この新ルートから供給されるようになったため、本沢大橋から市街までの民家にも電灯がつくようになった。1945年7月15日、アメリカ軍による空襲を受ける。1947年4月、持ち中学校設立。 1949年、もちらい全域に伝統が普及する。1954年、本沢の渡辺家の泉から水を引いて4キロメートルの、もちらい間液水道が設けられたが、夏の渇水時には給水制限せざるを得ないものだった。1978年、厚田村かに水道が引かれる。2007年3月、もちらい中学校を閉校。 2019年3月、モーチライ小学校は、厚田小学校へ統合され、閉校した。太平洋戦争における、日本の配色が濃厚となった1945年、北海道でも後の6月になると、釧路や室蘭が頻繁に、アメリカ軍の空襲に見舞われるようになっていたが、特に重要な拠点などないモーチライの人々にとっては、遠い場所の話であり、不安を伴いつつも、 比較的平穏な生活が続いていた。どんよりとした曇り空の7月15日の朝、小樽の沖合で盛んに飛行機が飛び交う様子が見られ、大きな貨物船が爆沈する光景を高台から眺めながらも、モチライの人々はまだ自分たちに被害が及ぶとは考えていなかった。午後2時5分、数十機のアメリカ軍機が石狩方面から飛来して海岸沿いに、 厚田方面へ向かい、すぐさま反転して、厚田市街と、古壇に数発の爆弾を投下した。この時もちらいでは、岩星寺の裏山の頂上に設けられた、防空艦師匠に松員が勤務していたが、爆撃で、電話回線も電灯線も断絶して、通信手段を奪われたため、なすすべがなくなった。そして、もちらい市街にも数発の爆弾と焼夷弾が落とされた。 小夷弾の一発は農協の倉庫に命中して大火災を起こした。農協隣の秋、村へは爆弾を受けて倒壊し、秋村文夫は材木の下敷きになりながらも生き延びたが、その場に居合わせた7名は5体がバラバラにちぎれ飛んで死亡した。また、家族を裏の防空壕に避難させた小池は玄関先で自た旅を履こうとした瞬間に爆風を吸い込んでしまい、 体が風船のように膨れ上がって絶命した。消火活動のため警報弾がポンプを引き出して持ち来橋に差し掛かった時、再び来襲したアメリカ軍機が地上に機銃走車を行った。団員たちは散開して退避したが、吉永翔太と相川義雄の2名が直撃を受けて倒れた。アメリカ軍機は対空防備などないもちらいの空を悠々と飛び交い。 地上からはパイロットが白いマフラーをなびかせ、白い歯を剥き出して笑う様さえ見えたという。空襲は、マサトシかや本沢の方まで及び、牛や馬まで狙って、機銃弾を浴びせていった。約2時間にわたる反復攻撃が収まると、もちらいには静寂が戻ったが、どの家屋も、ガラス戸が爆風と機銃弾で吹き飛び、道路一面に、 ガラスの破片を敷き詰めたようなありさまだった。倉庫の火災は消し止められたが、中に山積みされていた米は虫焦げとなり、その後何日も異常な匂いを発し続けた。死没者の処置は、とてもその日のうちに済ませることはできなかった。数日後、毛来川川口近くの海辺の掘った手小屋で暮らしていた、福祉金太郎が行方不明であることが判明。捜索の結果、 草むらの中に倒れている福祉が発見されたが、鼻は爆変でもぎ取られ、傷口には蛆がたかっており、すでに瀕死の状態だった。福祉は札幌の私立病院に搬送されたが、1ヶ月後に死亡した。7月15日の空襲による持ち来での死者は、上記11名である。1930年。 もちらい神社の移転新築に合わせて、元吉五し四郎の指導により、獅子舞が始められた。豊作祈願などを目的としており、総勢20名で取り行う、大掛かりなもので、全長5メートルの獅子の中には5名が入ってまう。この獅子舞が繰り出されるのは、毎年9月15から16日のもちらい神社祭で、ある。1970年。 もちらいし妹保存会が設立。1975年からもちらい治連合会より毎年10万円の女性が確立する。1978年度より保存会が厚田村教育委員会に補助金の交付対象団体として認定され、もちらいし妹は郷土芸能として堅実に根付いていった。1989年。 もうちらい中学校の佐藤博士教諭により、小島郷志郎の出身地である、富山県東都並郡下原村中野平の調査が行われる。下原村は、合併によって、戸賀村になっており、戸賀村教育委員会に紹介したところ、下原地区に1963年頃まで死姉妹があったことが判明した。そして、送付されたビデオテープの映像により、 シモバルの獅子舞と、モチライ獅子は、基本的に同一のものであることが明らかとなったので、ある。モチライ村に関するカテゴリー、ノむらい空襲に関するカテゴリー、ありがとうございます。